こんにちは。作業療法士の美野です。今日はシニアの方が抱える悩みでとても多い姿勢不良、そして腰痛などの痛み、そしてバランス不良、そして血行血流の低下、これらをまとめて解消できる、とても簡単にできる腹筋トレーニングというのをご紹介していきたいと思います。腹筋トレーニングと聞くとですね、やはりこう辛いとか結構疲れるんじゃないかと結構壁を作られる方多いんですけど、今日お伝えするトレーニングというのはですね、寝ながらでもそして簡単な姿勢簡単なポーズでできる内容になっておりますので、ぜひ今まで腹筋あまり取り組んでなかった方はですね、まずこのトレーニング参考にしていただいてですね、そして腹筋が強くなるとですね、先ほど申し上げた4つの不調もですね一気に解消できますので、ぜひ僕と一緒に腹筋しっかりと鍛えていきましょうね。どうして腹筋を鍛えるとこれら4つの不調が解消できるかというと、腹筋というのはですね、上半身、重たい上半身を支えてくれる大事な場所になりますので、この筋力が低下してしまうと上半身が支えきれなくなって下がってきてしまうんですね。そうすると姿勢が崩れて猫背になってきてしまいます。当然猫背になるとバランスも悪くなりますよね。そして体がぐーっと前かがみになってきてしまうと、腰、背中の筋肉だけで体を起こそうと頑張ってしまうので、腰痛が起きるわけなんです。そしてこの広い面積のですね、腹筋がしっかり働くことで四肢末端まで血液がしっかり届くんですけど、この筋肉がうまく働かない、弱くなってしまうと、血液が巡りづらくなってしまう。人によってはもう冷え性とかむくみにもつながってしまいますので、やはり腹筋、体の中心である腹筋を鍛えるとですね、不調が一気に解消されるというわけなんです。そういう体にいいこと尽くしの腹筋をですね、ぜひ今まで腹筋ちょっと遠ざけてた方はですね、これを機に僕と一緒に頑張りましょうね。このチャンネルではシニアの方がいつまでも健康であり続ける運動方法をどんどんご紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではどんな運動なのか一緒にやってみましょう。では体のお悩み解消する腹筋一緒に頑張りましょう。まず仰向けになっていただいたら、お膝を立てましょう。そしてですね、お膝を立てていただいたら横に開きます。そしてこの開いた状態で足をよいしょと空中に浮かせましょう。でここからですね、足を引いてちょっとこう骨盤がちょっと起きる状態を作っていただく。ここから叩く。骨盤を起こしながら足開いて叩く。これを20秒やるだけで腹筋すごい働いてきます。で特にですね、腹筋だけじゃなくて足をこう開いていただくとですね、これ腸腰筋という下っ腹の筋肉、そして、姿勢をですね支えてくれる骨盤も前から支えてくれる超大事な筋肉も一緒に働いてくれますので、しっかりとこの開いてちょっと腰を起こして叩くというのを20秒一緒に行って腹筋鍛えていきましょう。では20秒かかりますので、皆さん準備をよろしくお願いします。ではいきますよ。用意スタート。はい、では叩いて開いて叩くと、でちょっとね、この腰の部分、骨盤の部分がちょっと浮くように足を開いて叩く、開いて叩くと、これをですね何回かやってるとだんだんお腹疲れてくると思いますからね。けどこれだけでしっかり腹筋が鍛えられてきますからね。さあ頑張りましょう。はい、 OK、 戻しましょう。どうでしょう、皆さん20秒動かすだけでもちょっと腹筋に働いて疲れる感じが出てると思います。ではですね、今度はこの叩く動作というのをですね、このようにですね、ちょっと右側で叩く、で、まあ、今度は左側に足を持ってきて叩くというふうに左右にね、こう体を倒した位置で叩く、倒した位置で叩くと、そうするとですね、これくびれの筋肉までしっかり働いてくれますので、しっかりと右で叩く、左で叩く。これも20秒間自分のペースでいいのでやっていきましょう。ちょっと体動いちゃうと思いますから、手はしっかりと床支えていただいて OK です。では、これは自分のペースでいきますよ。用意、スタート。はい、右で叩く。そして左に持ってきて叩くと。これね、パターンパターンと左右に倒しながら叩いて、左右に倒しながら叩いてと。はい、このように叩く動作でしっかりと腹筋が働いて、体の不調がどんどんなくなってきますからね。しっかり腹筋鍛えていきましょう。はい、OK、ストップしましょう。よいしょ。さあ、皆さんどうですか？今、腹筋が働いた感じ、力がグッと入った感じ、しっかりと感じられたでしょうか？ではですね、もしここで疲れてしまった方は、ここでもうストップ。で、まだまだ余裕がある方は、今の運動を通して僕と一緒にラスト頑張ってやってみましょう。
ではですね、まだ頑張れるぞという方はもう一度仰向けになっていただいて一緒に取り組んでいきましょう。はい、ではですね、2セット目いきますよ。はい、では足を開いて持ち上げて、ではいきます。よーい、スタート。はい、叩いて開いて叩くと、開いて叩く。どうでしょう、お腹にね、クッと力が入る感じ、しっかりと感じながら、自分がお腹に力入っているぞと意識しながら一緒に鍛えていきましょうね。腹筋頑張って強くしていきましょう。さあ、もうちょっとですよ。はい、 OK、 戻しましょう。さあ、ではラスト、左右に倒しながら叩く運動ですね。いきますよ。よーい、スタート。はい、倒したところで叩く、倒したところで叩く。上半身と顔はまっすぐのままですね。一緒に引っ張られないように気をつけてください。これでしっかりくびれの筋肉も働かせていきましょう。このように足を叩くだけでしっかりと腹筋鍛えられていきますからね。さあ、頑張りましょう。はい、OK、 戻しましょう。よいしょ。はい、皆さんお疲れ様でした。どうでしょう、結構こうやって足を叩くだけでもお腹、腹筋使われたのが分かったと思います。腹筋を鍛えるというと、どうしても多くの方がですね、こういう上体起こしを思い浮かべてしまって、ちょっと苦手だなとか、壁を作ってなかなか腹筋を鍛えている方少ないんですね。だけど今みたいに足をこう叩くだけでもいい腹筋のトレーニングができます。そして腹筋が強くなると、先ほど申し上げた4つの姿勢、そして痛みの解消、バランス向上、そして血流アップというね、体にいい効果がたくさん出てきます。そうすると体も動かしやすくなる、体も若々しくなって、今よりも活動的になったり、今よりも自分に自信が持てるようになってきますので、ぜひですね、この腹筋トレーニング、今まで苦手だった方は僕どんどん応援していきますので、僕と一緒に取り組んで体をどんどん良くしていきましょうね。ここで2点ご紹介したいことがございます。フラミンゴの介護坊チャンネルの LINE スタンプを作成しました。もしよければですね、こちら概要欄の URL からチェックしていただくとご利用いただけますので、ご興味ある方はぜひご利用ください。そしてもう一点はですね、私の過去の動画でですね、短い時間でも体力アップをすることができる動画であったりとか、お家の中でもしっかりとストレッチをする動画をですね、投稿しておりますので、しっかりと運動したい方は過去の動画をぜひチェックしていただきたいと思います。動画の最後にもですね、おすすめの動画などを紹介しておりますので、そちらもご利用いただきたいと思います。はい、このように健康に役立つ運動方法をこれからもどんどんご紹介していきます。この動画がいいなと思っていただいたら、グッドボタンやこちらのチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わりましょう。皆様お疲れ様でした。